は、私は今岩美町の東浜海岸に向かっております。約2ヶ月ぶりのソロキャンプであります。年末年始、鳥取市周辺にはですねかなりの積雪がありまして、現在もたくさん雪が残っております。道路の脇にはまだ除雪した雪がたくさんあるんです。例年ですと岩美町は鳥取市よりももっとたくさんの積雪が見られる地方なのですが、岩美町にはほとんど雪がないという噂を聞きまして、こちらに向かって出かけてみました。山の上にも全く雪が見られません。こんなこともあるんですね。今日の降水確率は 30% ということですが、結構暖かくて日差しも時々ある良い天気となりました。海が見えてきました。結構波は荒いですね。海岸には誰もいませんね。はい、東浜の海水浴場、海岸が見えてきました。なかなか綺麗なところです。集落を通り抜けまして、ぐっと坂道を登りました。ここが展望台になっていますので、ちょっとここに車を止めます。現在13時5分であります。鳥取県の一番東の岬がこれから登る九ヶ峰岬ということになります。Google マップで探してみたりしたところ、ちょうど海岸べりにですね公衆トイレがあるようなので、その近くで車中泊ができるんじゃないかなと思ってきたんですが、何せ集落からの道が非常に狭くてですね、そこに、来る途中到達することができませんでした。先にこちらに来てしまいました。岬に登って昼を食べて、それからゆっくり場所を探してみようと思います。それでは出発します。椿の木がたくさん茂る林の中を歩きまして、10分ぐらいでしょうか、ここがどうも展望台ですね。はい、今、展望台の頂上から西の方角を見ています。右の方にずっと突き出てるのが羽尿の岬ですかね。はい、こちらの方に港が見えています。ずっと海岸線に沿って、たくさんの家々が見えております。こちらの方突き出てるのが小羽尾の半島になるでしょうか。歩くのをやめますと風が吹いて寒いですので、風が弱いところを見つけてお弁当を食べようかなと思います。展望台の1階部分降りてみました。こちらはどうも風が弱い感じがしますね。はい、じゃあこちらでお弁当を食べましょう。はい、それでは今日は例によって山を歩く時のお弁当
おにぎりとバナナを持ってきました。いただきます。ごちそうさまでした。臨海の丘という名前がついています。トイレがすぐそばであります。目指していた場所にたどり着くことができました。いやー本当に狭い道、最初にカーナビが案内した道は狭くて進入することができませんでした。なんとか走れる道を見つけてここまでたどり着くことができました。ここには少し大きめの展望デッキがあります。なかなかいい景色の場所です。この場所ではキャンプ、バーベキュー、焚き火は禁止ということになっておりますので、まあ、今日はですね、外で調理するのはやめておきましょう。全くの車中飯で一晩過ごさせていただこうかなと、トイレだけお借りしようかなと考えております。はい、綺麗な海岸ですね。100選に選ばれているんだそうです。こちらにはバーベキューハウスがあるんですね。ここを使ってバーベキューやってくださいということになっているようです。ただいまの時刻2時39分、気温18度あるようですね。車内の温度18度、結構暖かいですね。まだ少し夕方までに時間ありますので、この近くのですね、洞窟があるようですね。そこまでちょっと行ってみようかと思います。はい、ではこちら歩いて行ってみます。集落の狭い道を抜けまして、こちら側までやってきました。この向こうに、洞窟が見えますね。この先端のところに岩に穴が開いて向こうの空が見えています。多分これのことかなと思いますね。はい、頑張って行ってみましょう。はい、ちょうどここなんですけどね。いやー、もう通路がもう波が押し寄せてて、ちょっと私のこの服装で行くと絶対に濡れてしまいますね。諦めましょう。はい、それでは、はい、退却です。おー、危ない危ない危ない。はい、ではこれから、元来た場所に帰ります。さっき到達できなかった場所、少し離れた場所から、超望遠で撮影しております。まあ、こんな具合に、岩にこういう穴が開いてるんですかね。はい、帰ってきました。猫がいましたね。もう逃げちゃった。あれ、この猫はお腹に赤ちゃんがいるのかな。3時半ですね。暗くなるまでにはもう少し時間がありますので、もうちょっと散歩を続けてきましょうか。今度は西の方側に歩いてみようと思います。海水浴の時期にはとてもにぎわうんだと思うんですけどね。今は真逆の季節、真冬ですので人っ子一人いません。地元の方と時折会うぐらいですね。駅前に出ました。はい、東浜の駅です。とても近代的な立派な駅、すごいですね。こ
こから入っていったら近かったんですね、私が今いるところ。分かりませんでした。自販機がありました。手書きのなかなか楽しそうな案内図ですね。さっき歩いた海岸、嵐ヶ浜というんですね。立派な待合室です。無人駅なのですぐホームです。こちら兵庫県方面、こちらトンネルが見えてますが鳥取方面になります。緑色の郵便ポスト、立派な自転車置き場があります。こちら学校跡ですね。旧東小学校体育館グラウンドです。二宮金次郎さんがいました。久しぶりですね。昔はどこの学校にもありましたね。ここは明らかに校庭の跡ですね。さっき駅で案内図を見たときですね、ここら辺りの岩にも全部名前がついてましたね。目的地の西脇展望駐車場に到着しました。そこで少し景色を眺めてから引き返すことにします。こちら振り返って今来た方を見ています。展望所から西側の方を眺めています。ここに小さい家があります。連なる岩山から松の木が生えてまして、とても綺麗。4時16分になりましたね。今帰ってる途中なんですけど、帰りはですね、浜辺を歩いて帰りましょうか。浜辺には水門ができてますね。鳥取砂丘と同じ水門です。にはいろんなものが打ち上げられてますね。時刻4時40分です。車のところに到着しました。そろそろ食事の用意にかかりましょう。